中山の名物重賞、ここから始動する馬にも注目です。スタートを切りました。15頭まずまずのスタートといったところであります。先行争いであります。先手を取ったのは2番タイトルホルダー、外から1頭マリア・エレーナ、15番ウィン・マリリン、ノースブリッジ、4番バデン・ロー・レオ、そしてその後ろから13番ローシャム・パーク、それからもう1頭10番ゲスト、内を通りまして新たガイアフォースが並んでいます。その外デフ・ヒーロー、内を通って1番ロング・レン、12番白い馬体早やっこであります。その内からは浅間のいたずら、9番チェスナットコート、ゲラルディーナはしんがりから行っております。もう一度先頭から行きますと3馬身くらいの差をつけて2番タイトルホルダーが先頭です。それから足毛の馬体マリア・エレーナ、15番ウィン・マリリン、その後ろでやりましょうか11番ノースブリッジ、そして5番手にマテンロー・レオ、外を通ってローシャム・パーク、ゲストがそのうちにいます。新たがその後ろ、そしてその外にガイア・フォース、それからデフ・ヒーロー、そしてそのうちに1番ロング・レン、それから12番早やっこ、内から1頭浅間のいたずら、9番チェスナット・コート、しんがりからゲラルディーナであります。依然先頭タイトルホルダー、差が開いて14番マリア・エレーナ。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭行く黒い帽子はタイトルホルダー、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。先頭横山とタイトルホルダー、エヒトが差を詰めてきた。ローシャムパーク懸命に追った。ローシャムパークここで先頭に躍り出る。ゲラルディーナが2番手、これは阪神レースになりました。ローシャムパークかゲラルディーナか、首の上げ下げ、さあこの1着は際どいぞ。この馬はいい調子だね。1着6番、2着13番、3着当番。ゲートが開いた。まずまずのスタートといったところであります。さあ何が行くのか。マリア・エレーナがかわしていきました。内を通りまして11番ノースブリッジ、これが一番人気のタイトルホルダー横山騎手、この手応えはどうか。そしてその後ろからウィン・マリリン、バデン・ロー・レオ、その外からはゲスト、アラタ、そしてその外にローシャム・パーク、内を通ってガイア・フォース、ロング・レン、外から1頭早やっこ、デフ・ヒーロー、浅間のいたずらがその後ろ、外を通りまして9番チェスナット・コート、内から1頭6番ゲラルディーナ。もう一度整理しましょうか。順位が入れ替わっておりまして、先頭はタイトルホルダーであります。その後ろでやりましょうか。ノースブリッジ、そして3番手に15番ウィン・マリリン、それからもう1頭マリア・エレーナ。第2コーナーから向こう流し、それからバデン・ロー・レオ、外を通ってゲスト、そのうちに5番アラタ、13番ローシャム・パーク、ほとんど馬体が合っています。そして内からはガイア・フォース、それからロング・レン、そして外からは12番早やっこ、そのうちデフ・ヒーロー、浅間のいたずら、その外にチェスナットコート、一番後ろに6番ゲラルディーナ。依然先頭タイトルホルダー、その外11番ノースブリッジ。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ、大歓声に迎えられてタイトルホルダー先頭、ここからどう伸びるか。マテンロウレオ、間を割って赤い帽子マテンロウレオだ。さあ先頭はタイトルホルダーが一馬身リード、青い帽子ガイアフォース先頭だ。外からゲラルディーナ懸命に追う。ゲラルディーナ外からゲラルディーナ、1着ガイアフォース、2着ゲラルディーナ。いい感じだね。1着7番、2着6番、3着13番。オールカマー15頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。タイトルホルダーがかわしていきました。マリア・エレーナ、その後ろでやりましょうか。ウィン・マリリン、それからもう1頭ノースブリッジ、10番ゲスト、ガイア・フォースがその後ろ、その外に13番ローシャム・パーク、内を通ってスルスルとロングランが上がっていきました。そしてその外に5番アラタ、マテンロー・レオがそのうちにいます。外を通ってデフ・ヒーロー、そしてその後ろから12番早やっこ、それから9番チェスナット・コート、浅間のいたずら、その外からは6番ゲラルディーナ。まもなく第2コーナーに差し掛かります。もう一度整理しましょうか。3馬身くらいの差をつけて2番タイトルホルダーが先頭です。それからウィン・マリリン、
そして内からはノースブリッジ、外から1頭マリアエレーナ、そして5番手に10番ゲスト、それから足毛の馬体ガイアフォース、内を通りまして1番ロングレン、そして外からは13番ローシャムパーク、その内からは5番アラタ、マテンロレオが、その後ろ、その外、8番デフヒーロー、12番白い馬体早やっこであります、9番チェスナットコートが上がってまいりました、それから浅間のいたずらゲラルディーナ、徐々に差を詰めます。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭行くピンクの帽子はウィンバリリン、間から11番ノースブリッジ、ノースブリッジ懸命に追う、このまま粘れるかウィンバリリン、捉えるかタイトルホルダー、3番手にノースブリッジ、先頭横山とタイトルホルダー、タイトルホルダー1着、1番人気に見事応えました。この馬はいい調子だね。1着2番、2着15番、3着11番。さあ飛び出した15頭、まずまずのスタートを切りました。先頭に立つのは何か、ウィンマリリンが行く構え、ノースブリッジがその後ろ、内を通ってスルスルとタイトルホルダーが上がっていきました。そして4番手に14番マリアエレーナであります、それから4番バテンドリオ、外を通りまして5番アラタ、それからもう1頭ローシャムパーク、そのうちにゲスト、それから足毛の馬体ガイアフォースであります、デフヒーロー、それから12番早やっこ、そして内からは1番ロングレン、その外浅間のいたずら、そしてその後ろからゲラルディーナ、その外からはチェスナットコート。先頭の方はどうなっているか、先頭を行くのは2番タイトルホルダー、2馬身リード、ドキドキしますね本当に。これを追って15番ウィンマリリンであります、ノースブリッジ下がって3番手、そして外からは14番マリアエレーナ、バテンロレオ、5番アラタ、ガイアフォース、ほとんど馬体が合っています。外から1頭13番ローシャムパーク、そしてそのうちにゲスト、8番デフヒーロー、12番白い馬体早やっこでやります、ロングランがそのうちにいます。その後ろでやりましょうか、浅間のいたずら、そしてその外にゲラルディーナ、1番後ろに9番チェスナットコートでやります。中山のスタンドが揺れています。先頭行くのは2番タイトルホルダー、このまま粘れるかタイトルホルダー、中山は最後に坂がある、外から何が来ているのか、ゲラルディーナかマテンロレオが、3番手マテンロレオ届くのかどうか、このまま粘れるかノースブリッジ、ノースブリッジ1着してやったり、岩田康成恐れ入りました。11番、2着、4番、3着、14番。